Yeah.
ジェンダーユニット、またあのエレベーションチュアリング。さあ皆さんで、
病原体の麗しきの双子、彼と彼ですね、私ですね。何？あら、抜けなかった感じ。って感じ。熱いエールと温かい拍手を送ってくださる。はい、どうもありがとうね。ありがとうね。どうも。仙台も、これで4回目、3回目かな？4回目ですね。4回目となりまして、暑い、今日この頃過ごしております。この間、3回目に来た時は、ちょっと衣装、ちょっとボロボロになっちゃって、ね、いやーって感じで、もう幻滅って感じで、でも、皆さん悪いことないんで、ね、そうですって感じで、そうですね。ありがとう。いや、かまいこちゃんお花がとてもお似合いよって感じ。そうですね。ブラムハギの方、インフォメーションですが、全国ツアーの方、今回っておりまして、仙台マカナの次は、明日が、スーパーレコードの店頭イベントの方になりますので、はい、チャンスのある方はぜひぜひいらっしゃってくださいね。ありがとうございます。それで、18日が新潟ジャンクボックスで、あと、つつ、うらうらと全国の方回ります。それと明けて9月になりますが、9月9日の方が、もう取らないで、もうダメ絶対ね、何かわいい。あ、ありがとう、めっちゃ。何パッてやって。ですね。ありがとうございます。明けて9月9日ですが、東京の方なんですが、渋谷のクラブクワトロで、ワンマンライブの方決定いたしましたので、ありがとうね。時間とお金をかけてくる会が多分きっとありますので、あなたたちが今までに見たことのないライブ空間をあなたたちにお見せすることができるでしょう。いやーですね。何？仙台はもう来ないね。皆さんの応援したいよ。もっと盛り上げて、もっともっともっと騒いで、さあ、私にメール送って、うん、聞こえない、さあ、どっかいいね、さあ、もう一度、はい、どうもありがとうね。こちらの方はよっしゃー、マイカー、どうぞ。はーい、感じ聞こえましたね。ラララララって感じの声ですね。それでですね、今日物販の方というか、ブラマハニーグッズの方が、天使の羽の、ありがとうね、妙お揃いよって感じで、グッズの方、各種それぞれ T シャツとか、ステッカーとか、いろいろ売ってるんで、皆さんぜひぜひぜひ買って、今日の記念に買って、くださいね。はーい、おやすみだにゃーって感じ。なんか新たな営業情報みたいでごめんなさいね。ちょっと私たちの生活がかかっておりますので、まあ一緒って感じのご様子ですね。商売上手。何？商売上手。ありがとうね。そうですね。あと、私の個人ユニットのサプライズシステムの方なんですが、私の今日着ているこの衣装の方も皆さんに幸せを少しでも分けたいなと思って、販売することに至りました。そうですね。皆さんでどん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 盛り上げてくださいね。はい、今日の織り込みに入っていると思いますんで、ぜひぜひご覧になってください。何？ちょっと今日もう忙しくて、メイク2回かかるのにもう、すごいですね。もうオララって感じの声ですね。そうですね。すごいセクシー。何？すごいセクシー。ありがとうね。もうみんな、どんどん両ね、クローンを増やしましょう。ですね。あとは、何でしょうね。何もかな、なんだっけ。何？なんかある？雑誌の取材はないんですか？何？雑誌に載ってないですか？なんか。すごく僕のサビルシステムのケアの方は載ってるんだけど。見ました。ありがとうね。みんな見ました？見た。どんどん見てくださいね。あとすみません、もう一つ一個忘れました。仙台の方で、仙台のアムリカ？
だったっけ、なんかそういうお店が、アバンティーで、私のサピレートシステムの商品の方を続々と入荷しておりますので、ぜひぜひ買ってくださいね。はい、感じのご様子ですね。さあ、今日は短い時間ですが、皆さん頭に焼き付けて、どん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 帰ってくださいね。どん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 帰ってくださいね。変な感じでございます。メンバー紹介でもしましょうか。クールな眼差し、甘い歌声で攻めます、ボーカルギターのタツヤです。さあ持ってどうぞ。はい、ありがとうね。僕はあれ何ありがとうね。寂しいね。16日は明日会いましょうね。チャンスのある方は、ぜひ来てくださいね。次の曲は、バーテックスポジション。みんな聞いて、クリクリ。
ありがとうございます。